あ、こんにちは。髪はそのうち切ります。出ました。よ、はい、エアポッツですよ。エアポッツ、エアポッツ、僕これ6週間ぐらい注文6週間ぐらい前にして、今ようやく届いたんですけど、未だにこうね、あの供給が追いつかない、あのアップルのね純正、ワイヤレスヘッドセットですけどね。もうとにかく開けましょう、開けましょう。僕はね、もうこれが出た時にもやばいと思ったし、これが結局出回り始めてさ、こうみんなレビュー動画とかいろいろ情報が出てくるじゃないですか、どうだっていう。まああれを見た瞬間にもうこれは買うしかないという、本当にこうひしひしと感じてね、早く欲しいなと思ったんですけど、残念ながらフィリピンでは流通していないということで、ようやくね、あのもともと注文しといたものがこのタイミングで届いて、はい、今手元にあるという感じですね。こうツルツルと、この AirPods がこうデコボコしてるって、エンボス加工になってるっていうね、あのよく皆さん言ってましたけども、だってるーピッ、はいはい、もう最近はこれがその様式なのかな、デザインドバイアポーインカリフォーニアって書いてあって、よっ、はい、出ました出ました、 AirPods、 あー落ちる、 AirPods 本体、はい、こっちいつものケース、いつものケース、いつものこの差しからいきましょう。バン、 AirPods、エアポッツ全然見えない。あとはクイックスタートガイドが書いてあって、あれこれ、あ、多言語対応だ。神様、なんかこういう芸人さんいるよね、こういう人いるよね。まあそのうち切るけどさ、髪が長いうちに髪が長い映像を撮っといた方がいいでしょきっと。はい、出ました本体です。タブレットケースみたいな感じだよね、あの食べる方ので、お尻が、ライトニング。今これね、あの僕の iPhone SEBluetooth オンになってます。で多分これね、開けたら来るんじゃない、パカ来る、来た来たよ、 AirPods 見える、これ感動、コネクト、コネクト、コネクト、はい、充電が 25% しかない、はい、ダウン、ケンターズ AirPods ダウン、あーこれもう感動的、これでもつながりましたよ AirPods。 ほらここのあの設定メニューにね、ここ一番下 AirPods ってケンタス AirPods 出てきますよ。はい、うわ、とりあえずこれ一回今閉じますね、ポチッと。いやね、このあのもう皆さん知ってると思うけど、この AirPods とかあの Beats X 系には W1 チップってアップルの新しいチップが載ってて、でそれがもう Bluetooth 接続を全部そのね、すっ飛ばして、そのシームレスに iPhone とつながると、はい、僕が以前ご紹介したこのソルビパックブリッジのシャドウ、これ僕めちゃくちゃ使ってるんですよ。まあもう使わないと思うんですけど、はい、あのこうやってね、こうやってこうここにこうやってポンってやって使えるワイヤレスヘッドセット、これめちゃくちゃ良いんですよ。めちゃくちゃいいし、電池もそこそこ持って、音もまあまあまあ聞けるっていうんでいいんですけど、いいんですけどね、あの接続がまずめんどいと。あの普通に使ってる分には、例えばこっちの Bluetooth をオンにして、でここの電源つける、長押しして電源つけるってやるとペアリングするんです、でつながるんです、聞けるようになる。で問題なのは、今度これで音楽聞いてるじゃん、音楽聞いてる時に、例えばパソコンで作業していて、パソコンでね、なんか YouTube 動画見たいと、で見たい YouTube 動画が出てきちゃったとなった時にですね、こいつで YouTube 聞く、そのパソコンから出てる音を聞く手段がないんですね。で、じゃあ一回とりあえずペアリングをまあ外して、パソコンともう一回ペアリングをし直す、こっちのペアリングモードにして、でパソコンもそのデバイスを検索状態にして、でつなげて、で、そこで聞く。で次どうなるかっていうと、今度 iPhone にまた戻りたいわけですよ。 iPhone に今度こうこいつの接続を戻したいんだけど、それがね、あのこうもう一回こいつをペアリングモードにして、で iPhone 側のデバイスを一回その削除してからペアリングモードにして、で検索登録を繰り返してようやくつながり直すっていう、そういうこう一連のスキームを取るわけで、それら全てがね、あの有線イヤホンに劣ってるわけよ。有線イヤホンはもう抜け
刺せ、抜け刺せじゃん。そうすればこう、少なくとも刺さってるデバイスの音は聞こえるわけでしょ。だけど、このね、このソルリパブリック、それができなかったんだけど、今僕、何にもしなくても、本当に何にもしなくても、この AirPods、iPhone と繋がりましたと。ケース開ければ繋がったと。もう最高ですよね、これはもう本当に。最高としか言いようがない。で、後でちょっとやってみようと思うんですけども、これは、iCloud 経由で、僕の Apple ID が登録されているデバイスとは、そのシームレスに、ソフトウェア上で、こいつから出てくる音をこう、変えることができる。だから例えば、同じ Apple ID を使っていれば、僕の iPhone にも接続されている、この Apple Watch、Apple じゃない、AirPods っていうものから出てくる音っていうのを、例えば僕の Apple ID が、紐付いている iPad とか、あるいは MacBook Pro とかに、変えていくことがもう、ポチポチとできるということが、あるみたいです。これだけでもうね、買う価値ありですよ。だって普通の人さ、例えばさ、こっちをさ、ペアリングモードにして、で、iPhone の方から Bluetooth をオンにして、Bluetooth の設定画面に行って、で、ペアリングをして、うんぬんかんぬんって。できないでしょ、普通。できないよ、絶対に。できない人も多いと思うんです。だから。だけど、これはね、もう買ってきて、開けて、こっちの Bluetooth 入ってれば、もう繋がるわけなんで。いや、最高ですよね、これは。ポチッと。こういう感じになってて、よ。ああ。この耳からうどんですね。ああ。お！ブーンってなった、今、こっち。おお。こういう感じ、こういう感じ。耳からうどんですね。僕今髪長いんで、多分これこうやっちゃえばこう見えなくなってるの。つけても全然わかんないけど。これがね、落ちる人と落ちない人がいるっていうんでね、ちょっとね、言われてるんですけど。いや、落ちねえな、これ。これ落ちねえわ。落ちない、落ちない。全然落ちない。メガネは落ちた。メガネは落ちたけど。落ちないっす。大丈夫。触っちゃうと多分ね、ピュッてこう落ちちゃう可能性はあるけどね。汗とか返ってきたらまたわかんない。でもとりあえず、こっちのね、イヤーポッツの方は、僕はなんか外れる、感じはしなかったので、買っても大丈夫かなと思って買ったんですけど、現状大丈夫そう。人によっちゃ、本当にこれが落ちちゃって使い物なんねっていう人も、まあ、いたりいなかったりするみたいです。ちょっとそれはね、しばらく使ってみないとわかんないんで、まあ、フォローアップとかどっかで出していけたらなと思いますけども、まあ、こういう感じ。まあ、でも、なんか、ちょっとまあ、今僕、顔も黒いし、髪もめちゃくちゃ長いし、だいぶこう、ビジュアル的にこう、危ない感じになってると思うんですけど、まあ、ありかな。ありかな。さっそく髪切るわ。音楽流してみますね。音楽流してみます。フレンズ。おー、流れた。あー、なんかね、すごいね、いいよ、いい。なんかね、音もね、いいわ、これ。こう、ちょうどいいっていうかね、しつこくない。しつこくないし、うるさくもないし、音楽ちゃんと聞ける、やっぱり。やっぱりこの辺のね、バランス感覚はね、アップルの音はいいですね。こう、しつこくないところで、やっぱり、収めてくれるところいいですね。今ここでダブルタップしたら、Siri が起動しました。What the weather today? Better take an umbrella with you today って言われた。僕、一応まあ、英語設定にしてるんで、多分英語で答えてくれるんですけど。How do I say hello in Spanish? おー、なるほど。みたいなことができると。シングルタップ何も起きない。こっちでもいけんのかな？あ、いけた。これ流しますね。よっ。あ、止まった。 これすごい。これすごい、やっぱり。流れ直しました。もう再生開始しました。よっ。あ、止まった。すごい、これ。あー、もう自然。これすごい自然。すごいですね、これ。もう流れ始めた。Bluetooth メニューがあるじゃん。Bluetooth メニューの、その AirPods の、その i マークを押すと、Apple Watch の i マークを押すと、設定画面に行きますね。で、
ディスコネクトとか、デバイスを忘れるとか、あと名前変える。で、ダブルタップの設定が、Siri か、プレイポーズ、再生停止ですね。に変えられるようになってる。再生停止にしてみよう。あ、流れた、流れた。あ、止まった、止まった。はい。あと、オフってのがあります。あと、オートマティックリアディテクションと。耳に入ってるか入ってないかを勝手に判断して、再生停止をするというのと、ひとまずこんな感じで、iPhone は終わり。で、ちょっと iPad 出してみましょう、iPad。よっ。